それ、あなたにぴったりの物語かもね。さあ、どれを体験見ててあげる。2011年の空城ジョリーンは無実の、しかしそれは刑務所の死。彼はジョリーンの父空城ジョディオの残した天国へ行く方法。そして今プッチはジョリーンと天国へ行く方法。お前の正体に到達できるなんて。完全なる死の忘却へ、お前を送り、覚悟こそ生き残った。まさかこっち。ダメ、イトロ、しまった。ホワイトスネーク、戻ってこい。魔物防御に力、さらっ。ダメ、ハッポカイ、イトロ、お前に命令する。クンチ、ダメ、クンハッポ、ケープカナベラルの地に影響を受けた。お前から未完の我がスタハローワイファイト。これで君の世界へ。フライフライ。素数は孤独な数字。お前死ね。しまった。まずい。チーム戻っ、チーム退ける。なんでこと、お前死ね。なんでこと、私は欲しい。覚悟こそ完全力で水平に落ちるな。まずそのまま眠りな。残球続ける。センキューだ。これはは私に勇気を。水平に落ちるな。
絶対に逃がさん、絶対に。決着はつける。因果を未来へ持っていくことはできない。ラウンド2、感じたぞ、位置が来る。プッチのメイドインヘブンにより、そしてエンポリオは一巡後の、そこでエンポリオはウェザーリポートが死に際に残し、人の出会いも重力、私が死んだら人類、人々は時の旅で見た運命を見なく、覚悟こそ幸福ということを、ここで私は。わからないのか。やめろ、このちっぽけ、くわー。その後エンポリオは刑務所前の、彼女はプッチが死。あなたは名前は。名前を尋ねてくるアイリンに、エンポリオです。え、エンポリオ、僕の名前は